カラ。マスカラ。マスカラ。あ、すいません。はい、皆さんこんにちは、佐藤乃です。今日はポーチの中身紹介をしたいと思います。ポーチの中身紹介。ポーチはシナモンです。はい。なんか毎回シナモンなんだポーチ。でもさ、シナモンのポーチって大体白なんですよ。だからすぐ汚れちゃうの。だから結構1ヶ月に1回とか変わってこれに行き着いた。これファンのこう隠れたやつです。めっちゃ中身入る。マチ付きじゃないのに。はい、それでは紹介していきたいと思います。こちらです。台湾のですね。そう、台湾のクリーム。これはハンドクリームとかでも使えるし、あとは私は乳液代わりに使ってるんですけど、まあ、YouTube の撮影とかするときに1回メイク落としてやるって時にも保湿ですごい便利なのでこれ持ち歩いてます。ミニサイズなの。ではお次、サナエクセルパウダー&ペンシルアイブロウ EX ED07 番。もうこれ見なくても言えるようになってる。すごい。は私の涙袋の影描いたりとか眉毛描いたりとかするときに使う優れものです。多分もうほんと10個目くらいなんじゃないのかしら。そしてアイライナー、ラブライナーです。今はねブラック使ってるよ。そしてこちらアイシャドウ、じゃーん。反対です。わー、スフティオールプレシャスロック157ルビーです。これもう毎日使っているよ。おせんべい焼けたかなみたいな。はい、チークキャンメイクパウダーチークス PW39 番。最近チークなんかあんまノンチークのことが多いんですけど、なんか顔の血色が悪い日ってあるんですよ。例えば今日みたいな日とかはチーク塗るようにしてます。目の下にふわっと。こちらこれも言わなくても見なくても見える、キャンメイクマシュマロフィニッシュパウダー MA。もう何回も使えるよっていう、すごいマットなお肌になれるよっていうコンセプトの。はい、そしてこちらもう見なくてもいいよこれ、キジュズバターリップスティックトリートメントピオニーです。マスカラ。マスカラ。マスカラ。あ、すいません。このマスカラじゃあこれはまつげがギャン。あ、ピントが向けます。もう一回もう一回、まつげがギャン。ビューラーのノアちゃん的使い方のポイントを教えてください。なんか3段階に分けて上げるっていうのがすごい大事だと思ってて、なんか根元からやって中間上みたいな3段階に分けてやるとやりやすいと思います。ビューラーはマスカラ前と前だけ。なんか後からやったらまつげが固まっちゃったりとかしてあんまりよろしくないなって個人的に思ってるので、前の方がいいかなっていう感じですね。そしてこちら、はい、イヴ・サンローランラディアートタッチナンバー2。これはクリスマスの限定のなんかデザインのやつなんですけど、中身は普段使ってるものと一緒でございます。それなんだっけ、コメント欄でそれは花だよみたいな。花火だ、花火。花火ちゃん、そう、なーちゃんちゃんとねコメントすげえ見てるから。え、見てるよ。うん、最近あった面白いコメントって何ですか。なんかでも男だけど見てます系が結構面白い。確かに。なんかメイクに詳しくなりました。あとなんか俺も使ってみようかな。使うの。サナエクセルスタイリングパウダーアイブロウ SE01 番です。そしてリップがこちらです。バズショップルージュザフュージョニスト。ルージュザフュージョニスト。もう一回最初から行こう。ナズショップ。ナズショップ。ルージュザフュージョニスト。すごいことだよね。もうちょっとさ暗記してさ暗記してやろう。ルージュザフュージョニストデイタイムキラー10。次はこちらでございます。リップナズショップルージュザフュージョニストデイタイムキラーの10番。これあれですよね、あのロアちゃんとコラボしてた時のリップも確かこれですよね。これすごい濃い色でどうやって使うんだろうと多分思うと思うんですけど、唇の中央にのせて、ま、周りグロスで固めると可愛い感じになります。あとね写真映えするよこれのリップ。あー、インスタが、うん、そうそう、インスタ映えするよって感じですね。まあスタメンたちが入ってるって感じですね。なんかメイク直し系、まあでもここが基本的にスタメンで私が普段使ってるものなので参考までにしていただけたらと思います。ということで本日はポーチの中身紹介でした。バイ。なんでやけどさ、お手振ってんの。バイ。